あれを僕が殺して食べた。美味しくなかった。食べた。僕が食べた。僕が。少し疲れてるみたいだ。じゃあ一緒に遊んでほしいけど、あなたは少し眠そうだね。そろそろ夜が明けちゃうかも。ベッドに入る前にあの人におやすみなさいって言わなくちゃダメだよ。それに目覚まし時計を忘れずにね。おやすみなさい。おやすみなさいって言うのを忘れちゃダメだよって。でも隣の人いないよ。え？ガリガリ、ボリボリ、ガリガリ、ボリボリ。え？この音はもしかして、もしかして、窓の鍵をかけた方がいいかもしれない。え？鍵をかけない。気にしすぎかもしれない。いやいや、かけよう。かけよう。はい。いや、寝るじゃあ、そろそろ。おやすみって。おやすみなさい。眠る前にやるべきことをすべてやった。食事をして星を見て時計をかけた。戸締まりも忘れずにね。もっともドアは朝になるまで開くことはないと思うけど。ゆっくりおやすみ。また明日。よし、寝よう。はい。おやすみになります。おいでなさいな、かわいい人。夜は一人じゃ寂しいものだわ。明日の朝には喜びと平和が訪れますように。朝だ。空はよく晴れている。昨日の夜あんなに騒がしかった家具たちは静まり返っていた。もう外に出られるのだろう。急いで部屋を出て、時計に言われた通りに貨幣へ向かった。そこで朝食をとっていると朝のニュースが流れてくる。容疑者の遺書には、これ以上は警察の目をごまかせないと思った。などと書かれており、連続殺人犯が遺書を残して自殺したらしい。どこかで見たことのあるニュースだった。302号室。テレビに映っているのは、あれは？あれは僕の部屋じゃないか。もしも、少し何かが違えば、あのテレビに映っていたのは僕だったかもしれない。あれ？どうして、そう思うのだろうか。どうして？だって、僕は、あれどういうことなんだっけ。いやー、ちょっと昨日チョコレート食べたり、肉食べたりしたあたりから、いや、なんかちょっとあれですね。いや、深く考えるのはもうやめておこう。朝食を終えて僕は立ち上がる。そうだ、今日は毛布を買いに行かなくちゃ。僕のベッドによく似合う赤い毛布がいいんだろ。僕の部屋に足りないものはもうそれだけだ。そう、あの男が死んだなら、あの部屋は僕のもの。エンディング1、僕の部屋に帰ろう。タイトル画面で絵の中の女とおしゃべりできるようになりました。まずは僕について真実を確かめてみましょう。僕は何だったんだろうね。僕は殺人鬼の後に来た人間。どうなんだ、ちょっと。どうですか、どうなんですか。ごきげんよう、おしゃべりにいらしてたのね。今日もどんなお話をしようかしら。怖い部屋って？怖い部屋について聞きたいの？でもあなたにはまだ話せないわ。そうね、まずは彼らに愛されなくちゃ。愛というものは偉大なのよ。死さえも恐ろしくなくなってしまうのだから。ふふ、これ以上ダメよ。この話はまた今度しましょうね。じゃあ君のお話をして。私のこと？淑女はあまり自分のことを語らないものよ。それでも知りたいっておっしゃるのなら、私のために一度くらい死んでみせてくださらなくちゃ。どういう意味かって？あら、それはご自分で考えなさいな。なるほど、エンディングの分岐の話ですね。あの人の話をして。私の愛しいあの人のことを、あなたにあの人の気持ちわかる？もしも理解したいのなら、まずはあの人に会ってみて。まずはお腹をいっぱいにして窓を開けて、そうね、対抗手段も必要だわ。準備ができたら、そっと息を潜めてあの人を待って。ふふふ、どうなるでしょうね。僕の話をしよう。あなたのお話？そうね、私の恋人も。ああ、私の恋人を知っている？あなたもきっとベランダで出会ったと思うけど、そう、いつも赤いシャツを着て、包帯を巻いているあの人のこと。
あの人もあなたが来るのを本当に楽しみにしていたのよ。自分の部屋をあなたのために開けて、自分は隣の部屋に移って歓迎のメモまで残していったんだもの。それにあなたのことは特別にシチューにはしないって言っていたし、シチュー、あなたのために遺書まで用意して。どうしてですって？あの人はあなたが私たちを幸せにしてくれるんだって言ってたわ。あなたが彼の代わりにここの部屋で死んでくれたら、警察がいなくなってまたシチューが食べられるって。私ともずっと一緒にいられるって。あら、こんなに歓迎しているのに嬉しくないの？ってこと、生贄だったってこと？ちょっとあの人にだけ会いたいかな。愛を得るのは難しいことではない。しかし誠実であろうとするならば、愛する者の隣を離れようとしないことだ。相手の全てを理解できないとしても嘆くことはない。理解の代わりに許容を求めるべきである。何を言ってんだ。あれ、朝来た。ん？なんだって？朝だ。空はよく晴れている。昨日の夜あんなに騒がしかった家具たちは静まり返り、ドアが少しだけ開いていた。そこに誰かが立っている。赤いシャツ着て包丁を装備してます、今。あやー、誰ですか？衣装を書いておいたよ。最後に付け足したい言葉があれば言ってくれ。誰かがそう言った。どこかで聞いた声。彼は、そうだ、あの時、もうすぐサイレンが聞こえてくるはずさ。警察には連絡しておいたから。墓には哀れな殺人鬼って書いておいてやるよ。何かがおかしい。笑っている。俺はこれで自由になる。またこの部屋でシチューを食べながら、彼女の恋人として過ごすのさ。いや、知っていた。いや、全部おかしい。隣のやつだろ。いや、これは必然だ。真っ赤だ。いや、真っ暗だ。いや、包丁持ってたでしょ？俺の代わりに、バイバイ。これでよかったんだ。僕が、部屋が、殺した。ガリガリ、真っ暗だ。飲み込まれる。美味しい。部屋に、真っ暗だ。ボリボリ。部屋に、飲み込まれる。真っ暗。真っ暗。エンディング3。バイバイ、ごちそうさま。はい。一応包丁持ってたんだけどなぁ。ダメでしたね。君について、じゃあ、君の話。私のことが知りたいの？そうね、何から話したらいいかしら。私はとある画家の亡くなった恋人を描いた絵だったんだよ。画家は私のことを手放すつもりはなかったみたい。アトリエの奥でひっそり過ごすのは退屈だったわ。けれど、画家の友人だった彼がアトリエにやってきて、私と彼は恋に落ちたの。うふ、お互い一目惚れだったのよ。だから彼は画家を殺して私をさらったの。素敵でしょ？私がおしゃべりできるようになってから、神父が私を悪魔のついた絵だなんて言って焼き払おうとしたこともあったけど、うふ、神父は彼がシチューにして食べてしまったわ。とっても美味しかったんですって。それが彼の初めて食べたシチューだったのよ。やだな、あの中絶対入ってるね。それから彼はすっかりシチューの味に魅了されてしまったみたい。ここでまず鍵をかけないでいます。で、包丁を装備しよう。さあどうなる。はい、もうたくさんだ。この部屋はおかしい。隣の住人も電話のあいつもみんなおかしい。さっさと出て行かなくては。そう思って荷造りをしていると、ベッドルームから物音が聞こえた。誰だ、誰、殺される、誰。ドアの陰に身を、息を潜め、僕は手から離れないままの包丁を構えて足音をじっと待った。あ、赤い。あ、赤い。あ、ぬるい。赤い。ぬるくて、赤い。あ、
僕の足元に昨日ベランダで出会った隣の住人が倒れていた。彼は手にナイフをぎゅっと握ったまま、うつろにこちらを見つめている。もう息をしていない。なんだか、そうだ。いいことを思いついた。エンドに、夕飯はシチューにしよう。あの人を殺しちゃったけど。うふ、私と愛しいあの人のことね。いいわ、たくさん聞かせてあげる。あの人はね、美味しいお肉をシチューにして、ガリガリボリボリ食べるのが好きなの。いつも誰かを部屋に連れてきて、あっという間にシチューにしてしまうわ。でも最近は警察のせいでシチューを我慢しなくてはならないんですってね。どうしたらまた自由にシチューを食べられるようになるか。最近はずっとそんなことをつぶやいていたわ。チョコレートや自分のお肉で気分を落ち着けようとしていたけれど、彼ったら包帯だらけになってしまうし、シチューが食べられないならいっそ死んでしまおうかなんて悲しいことまで言い出すのよ。なんてかわいそうなのかしら。え？シチューになった人たちはどうなったかって？あなたも出会ったでしょ？そうよ、あの部屋の人たちは。クローゼットもテレビも包丁もベッドもみんなシチューになった人たちなのよ。そうなの？え？はい、ということでね。とりあえずは怖い部屋。三つエンディングを回収できました。で、この怖い部屋というのが一体何なのかっていうのは、もう大体ね、なんだ、赤い服の男が殺してきたやつの人間の呪いみたいな感じのことなのかな？もうちょっと恐ろしいお話でございましたね。でもやっぱ終始シャレオツでしたね。もう画面内が常にシャレオツでしたね。楽しかったです。いろいろ探索して回るの。ありがとうございました。